今日は2015年4月10日ですね、朝日新聞の一面にですね、子どもの行為が原因で事故、親の賠償責任を限定ということですね。子どもが誰か他の人に迷惑をかけた場合に責任能力がないんで、その親に賠償を請求できるかできませんかという話です。これは小学校の校庭でサッカーボールを蹴って、そのボールが学校から飛び出して、道走っていたおじいさんに当たったんですな。で、80歳のおじいさんがバイクに乗ってたんだけど、そのボールがボールを避けようとして転んで死んじゃったという。で、そのサッカーボールを蹴った子供というのはゴールに向かって蹴ったんだけど、まあ、ボールが飛び出していって当たった。まあわざとやったわけじゃないで、悪いことをやったわけでもない。しかしにもかかわらず一審と二審では損害賠償4000万ですか、1180万円を払えというふうに言ってたんですね。で、それがまあ最高裁で覆って、親に賠償責任はないということになったんで、払わなくていいということがゼロになったということですかね。まあ確かにそう思いますわね。学校で、その学校の規則に従って、子供が遊んでいた、とんでもないことをやったんじゃなくて、ゴールに向かって蹴ったボールが飛び出していったということは、まあ、ありえないことではないわけで、いや、こういうケースは私は学校が賠償するんじゃないかと思いましたね。当然ボールが飛び出すことが予測される状況であるにもかかわらず、ボールが飛び出さないように周りのフェンスを高くして、普通の子供だったら出せないような高さにすりゃいいんだね。ここの東浅川小学校もそうなってるね。これちょっとこの、これは相当高いよね。10メーター近くあるし、フェンスで囲われてますから。でもそれでも飛び出すかもしれない。でもそれでも飛び出した場合には、やっぱりそれは本来飛び出さないようにするのがその学校の役目でしょう。で、学校が管理している状態の中で子供がそういうことをしてしまったがゆえに損害が発生したら、それは学校が払うと思うんだけどね。まあそれにしてもですよ、私が思うのは、悪意でなくてそういうことが起きた場合にはちゃんと損害賠償を、その、まあ、結果として加害者になった人がやるのではなくて、まあ、保険で本来やるんだろうね。だからその保険というのに、まあ、強制的に国民健康保険みたいな形で、入るか何かして、悪意でなく加害者になってた人がひどい目に遭わないように何千万円も払えたって、払えるわけないわけだって。払わなくて済むような仕組みというのを作らなきゃいけない。自治体なり何なりですね。で、まずその子どもの学校という場合には学校がそういう保険に入っておく。で、今あそこにいるのが工業高校に、制服着て大学生が、大学生が、はい、そう、よく通るんです、あそこの川沿いの方に。そう、現役の高校3年生です、はい、大学生の高校生か、はい、斉藤咲さん、斉藤咲さんで、女子学生ね。で、その子がどうしたの。よく通るんです、そっちの方に。かわいいんです、かわいい、髪が長くてかわいいです。で、それ気になってるね。聞いてる、はい、はい、行ってらっしゃい。まず学校とかがそういう保険に入っていて、今度の子どものサッカーボールのようなケースの場合には、学校がお金を払う。
そしてそうではない場合、一般の場合にも親が、大人がですね、故意ではなくて誰かに迷惑をかけて損害を発生させた場合には、払えるような保険というものをみんなが、本当は国のレベルで入っておけばいいんでしょうけどね、公の機関が積極的にそれを入るような仕組みを作って入りやすいようにする、まあ、そうしなきゃいけないでしょうね。保険を徹底して、被害者がちゃんと賠償される、そして加害者側も負担が強いられないような形で、そういう仕組みを作っていくことが必要だろうというふうに思います。今日の歌は遠くで汽笛を聞きながら、アリスですね、谷村新司作詞、堀内孝雄作曲、1976年だそうですね。とてもいい歌で聞き覚えがありますけどね、難しい歌です。ご容赦ください。今日はプレイしておきます。